はい、皆さんこんばんは、シスです。ロマンシングサガ RS ハーフアニバーサリー第2弾ガチャ、いやー来ましたよ。順当に残りのミンサガ主人公来ましたね。そしてなんといってもグレーさんかっこいいし、そして性能が素晴らしいわ。今回のガチャマジで性能素晴らしいと個人的には思っております。ちょっとね、どのあたりが素晴らしいっていうのは詳しく話していきたいと思いますが、評価の方いつも通りこちらの表、螺旋回路構想ボス追憶の幻闘場最果ての決戦と、そしてエッグはまだ私自身が7形態までしかやってないので仮評価として、他高難易度と周回で評価しております。一応私自身が割と高難易度目線なので高難易度重視の評価になっております。あくまで私個人の意見にはなるんですけども、もしね参考にしていただければ幸いです。では早速見ていきましょう。グレー、ほんとグレーはマジでこの絵はかっこいい。そしてアビリティの方、いや性能もねかっこいいんすよ。え、かっこいい？アビリティは BP12 スタートで BP 毎ターン4回復、そしてプロハイを持っている。そしてさらに一番上、味方生存者全体に体験装備時の余ダメージ上昇効果大、まあ、効果大だから 15% かな。ただ5人全員に乗るので、まあ、実質 75% と考えれば追憶とかでは相当美味しいアビリティにはなっておりますよね。まあそれ以外のところでも無難ちゃ無難、普通にいいよね。プロハイ持ってて BP4 回復っていうのはまあ無難に使える。そして技の方、いやグレーさんの本領発揮は技ないよ。まず覚醒すると BP4 威力 C の全体、いやもう威力 C の全体が BP4 か。つい最近まで BP6 で威力 C で5で威力 C が出てきたと思ってたら、もう BP4 で威力 C の時代ですね。そして2番目、覚醒すると BP12 威力 A の全体。まあ残霊だから霊がついてるっていうのは美味しい。まあ個人的には BB12 だったら威力 S 全体欲しかったんですけどもね。いやほんとね、例えばリッチさんは1ターン目から S 全体打てるじゃないですか。 S 全体から D 全体に続ける。まあグレーさんも一応 A 全体から C 全体につながるということで、2ターン目以降は毎ターン C 全体になるから2ターン目以降の火力はリッチさんより出ますが、やはり1ターン目に S が打てるかどうかってさ結構重要だったりするから、ここは A じゃなくて S 欲しかったけど、まあ悪くない性能かなとは思います。そして、来ました、これよ。おそらくメイン技はこれ、覚醒すると BP12 威力 3S のため技。まず横一列残霊の 3S 技を打ちます。でため状態になって、で2ターン目は動かず3ターン目に自動で発動するのが威力 4S の、横一列残霊。いやガチ強い。 BP12 払って威力 3S と威力 4S の横技が出るって、ま、BP 周りのコスパ最強で、 BP4 回復キャラということは1ターン目に BP12 打つで、溜めてる間に BP4 回復で、この溜め技解放した時には BP 使わないのでさらに4回復で、その次のターンさらに4回復で、まあ12戻ってくるから、これ溜め技解放した後にさらにもう1回この3技使える。つまりこの技3ループで3ターン中2回、3S と 4S の横が打てるっていうのは、いやかなりいいんじゃないかなというふうに思いましたね。ため技ってなんか結構そのため技嫌いだよっていう方多いかなとは思うんですが、いやクリームヒルトさんとかも場所によっては結構活躍してるじゃないですか。なんで私はこのため技っていうのはかなりいいと思ってます。でため技にしかできない行動っていうのもあって、まあ、そのあたりの使い道はこちらの評価の方で話していきましょうか。で評価の方がこちら、螺旋回路構想ボスはまあ一応アタッカーであって、まあ、使いにくいかなということで×で、こっからが本領発揮を、追憶の幻闘場、いや追憶の幻闘場は正直丸でもいいかなっ
二重丸とどっちにしようかなって迷いましたが、一旦二重丸にしました。横が刺さるデスマスターとかであれば、まあめちゃくちゃ強いのはもちろん、例えばクイーンであれば下の雑魚を狙えば本体ごと横一列で攻撃できますし、あとは単体クジン氏も3ターン中2回 S、3S と 4S 打ててるというふうに思えば、普通に火力高いというふうに考えて、二重丸は体験はとにかくいいスタイルめちゃくちゃ多いからライバル多いんですけども、二重丸つけました。で、一応他スタイルから麻痺持ってくることもできます。で、次に最果ての決戦と二重丸、ここが正直、まあ、一番期待してるくらいに期待してるところです。で、2ターン目動かないんですよ、ためで。それが最果ての決戦等で手数増えなくてめちゃくちゃ相性いいというふうに思います。しかも打てるのが横 3S 動かない横 4S、 これは相当刺さるんじゃないですかね。残霊霊属性もついてるっていうのもでかい。で、エッグと他高難易度、まあちょっと高難易度に持ってくスタイルではないかなというところで×で、周回に関しては、まあ1ラウンドボスであればこの横 3S を打つことになって、まあ火力的にも霊属性の弱点つけるし、まあ使えなくはないかなというので三角。そして2ラウンド、ここは2つ選択肢があって、ため技の横 3S 打って2ラウンド目動かないで、これも全然悪くないというふうに思うんですよ。2ラウンド目動かないっていうことは手数1手減るんで、まあ、周回でも時間が減るということで、このため悪くないかなと。あとはもう一つ、全体 A から全体 C につなげる。ただ全体 C の方に霊属性が乗ってないっていうのはちょっと残念かもしれませんね。そして3ラウンド周回に関しては、いや、これがため技で、まあ3ラウンドって今引率1枠で周回することが多いんで、まあ出番ないんですけども、将来引率1人でクリアできないような場所が出てきたら、グレーさん活躍するんじゃないかなというふうに思います。1、3ラウンドはグレー1手で抜けて、間の2ラウンドだけ他のキャラで抜けると。まあ例えばこの後出てくるホークさんとかね、そういうのと組み合わせて横で抜けていく使い方っていうのは面白いんじゃないかなというふうに思ってます。ただ現状そういった場面ないので三角に留めております。そして2キャラ目アイシャ、なんと今回召喚できました。いやー、まさか大地の剣で来るとは思いませんでしたね。能力見ていきましょう。まずアビリティから、母なるニーサ、余ダメージ上昇効果特大 20%、 そして奇数ターンに BP プライチして、偶数ターンに HP 回復効果賞。あれあれ、アイシャの正体ってもしかしてアリか。確かに砂に潜っていたしあ、アリなんか。いや、かなりねリアルクイーンとアビリティ似てる感じはしますね。で、ウィーク攻撃時、余ダメージ上昇効果特大 20% 持ってて、プロハイも持ってると。BP11 スタート。まあ、毎ターン BP は、期待値的には 4.5 回復かな。相当 BP 周りいいですよね。余ダメージも、プロハイ持ってるので、通常 40%、さらに弱点つければ 60% 乗る。火力いいな。で、防御プロハイ 30%。 いや、いいな、いいな。アビリティクソ強いな、アイシャ。で、技の方も結構面白いんですよ。覚醒すると BP3 威力 E の全体が1から2回ランダム発動を、そして覚醒すると BP6 威力 A の単体で、これが面白くて、モラルダウン中効果2ターンを付与することができるんですよ。いや、モラルダウン中与えられるのは相当でかい。ダメージ、非ダメージ抑えられるんで、相当でかいというふうに思いますね。で、最後が覚醒すると BP9、威力 C の全体。いや、ダメージめちゃくちゃ低いんだけど、当たった時に素早さ低下、効果中、そしてスタン確率中が乗ってる。
いや、火力もあるアビリティしてて、まあ、40% かウィークで 60% ってめちゃくちゃ火力あるアビリティしてるんで、火力出すのであれば、何か愛者はとにかく加工スタイル多いんで、火力出せる技を継承してきた方がいいかもしれませんね。ただ個人的にはこの愛者は、やはりこの素早さ下げ中とか、もしくはモラルダウン中とか、そういった補助的にも使えるアビリティで結構硬いし、そこのワンチャン高難易度でもいけるかもっていうところに期待していたりします。で、評価の方、螺旋回路高層ボス三角、まあ使わないかなとはいうふうに思いますが、自身がめちゃくちゃ硬くて、でさらにモラルダウンとかやれることも多いので、もしかしたらというところで三角つけてますが、まあ単体じゃない140回とか相手には厳しいかなとも思いますし、まあ使わないかなというふうには思います。で、追憶の幻灯上、ここは丸としました。まずスタンがあるということで、苦人士相手にはいいですよね。で、それ以外に関してもおそらくめちゃくちゃ安定するというふうに思います。私はちょっと、どうだろう、その火力の方を欲しいなというふうに思いまして、ここは二重丸ではなくて丸評価にとどめましたが、いや火力は足りてるんだよ、安定性がっていう方にとってはめちゃくちゃいいスタイルにはなっているかなというふうに思います。で、最果ての決戦闘はやはりちょっと火力出せる技がちょっとないので、罰で、エッグもまあ自身は強いけど、まあ、リアルクイーンが連れていけたのって、知力デバフがあったからだというふうに思いますんで、ちょっとアイシャさん、クイーンに似てるんですけど、おそらくエッグに連れていくことはないんじゃないかなというふうに思っておりますが、私自身まだ全然エッグやれてませんので、あの有識者の方、アドバイスいただけたら嬉しいです。そして、他高難易度。いや、ここも使わないかもしれないんですけど、一応、モラルダウン中と、全体素早さ下げ中がワンチャンどこかで、特にモラルダウン中なんて割と使いやすかったりしないかなと思って、一応×から三角という形で少しだけ評価しました。まあ、自身がめちゃくちゃ強くて性能良くて、本体性能良くて、まあモラルダウン中も打てるとしたら悪くない性能ではあると思います。で、周回の方は先ほど言ったように火力微妙かなと思いましたので×つけておりますが、まあ継承なんかいい技継承してきたら、もしかしてどっかでワンチャンはあるかもしれません。継承するとしたら、このキャラめちゃくちゃ知力高いんですよ。だからデルタペトラとか、ただ腕力も、90% でしたっけ、まああるので、普通に斧技持ってきても強いでしょうね。まあ持ってたら普通に強いスタイルにはなっていると思います。まあ個人的にはやはり回復アースヒール持ってきて欲しかったなっていうのはあるんですけどもね。いや、ここにさ、アースヒール一技とかがアースヒールだったらマジで神ってた可能性がある。そしてバーバラ、いや私高難易度目線と言った通り、今回一番期待しているのがバーバラになります。かなり面白い性能をしているというか、相当強いんじゃないかなというふうに思っております。まずアビリティの方、確率第 37% で、味方生存者に攻撃強化特大効果一旦、そしてターン開始時自身の HP を極小回復し、さらに自身の精神を効果中上昇、そしてターン終了時自身の BP をプラ1で BP12 スタート、 BP12 で4回復キャラ。いやいや、これの何が強いのって言われそうなんですけど、いや確かにアビリティはいまいちパッとしない。ただバーバラさんの本領はこっからなんですよ。技覚醒すると BP0 の BP4 回復技、つまりこれを打てばこのターン BP8 回復します。そしてこの真ん中の技飛ばして、技3、これが2ターンに1回打つことができます。覚醒すると BP12、味方生存者全体にガードアップ大効果2ターンを付与、さらに味方生存者全体の状態異常耐性を上昇効果大させる。ちょっと待ってちょっと前にさ、タイム君がオーバードライブ時の追加、オーバードライブのさらに攻撃した時の追加効果で、状態異常耐性中だったのに、バーバラさん普通に技で、大上昇させてきます。やばいっす。
しかもこのガードアップ大っていうのがバカにならないっていうかめちゃくちゃすごいんですよ。先ほども言ったようにウォーミングアップと、アレグリアスを交互に打つと、基本的にはずっとこのガードアップ大状態を維持することができるんですけど、ガードアップ大調べたら 35%、プロハイの防御が 30% なんですよ。だから実質プロハイより防御力アップするものを味方全員につけることができるっていう。でもちろん自分も 35% アップ状態になりますんで、先ほどアビリティで防御ないよねって話してたんですけど、いやいやそんなことないですよと、 むしろプロハイなんかより全然硬いっすよと。しかもタイム君がやってたみたいな状態上耐性アップ、これ高難易度、特にエッグなんてあのめちゃくちゃ状態以上強かったじゃないですか。ああいうところでも活躍できますよっていうので相当使えると思うな。で真ん中の技が覚醒すると BB6 の全体死、まあ陰がついてるとはいえ、まあ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 普通か、 6C って今までだったら普通だもんな。なんかさっき 4C を見たからちょっと残念に思ってしまったけど、まあ悪くない。そして評価の方、螺旋回路高層ボス丸にしました。いやー個人的にさ、あのレディステのジャミルを螺旋回路高層ボスでは結構使ってたんですよ。で同じような使い方できますよね。むしろレディステジャミルの上位互換と言ってもいいくらい、まあ一長一短かもしれませんが、スクラムガードが 20% で踊りが12だったかな、まあ合わせて 30% くらいに対して、バーバラさんは 35% 味方固くできますんで、相当火ダメは減らせるかなというふうに思います。でジャミルは攻撃も上げるじゃないですかって言われるかもしれませんが、バーバラさん持ってますアビリティ、まあ 37% ですけど効果特大乗りますんで、一応火力にも貢献、味方火力にも貢献はできる。唯一残念なのは、まあ、ジャミルはプロハイついてたように、まあ、バーバラさんは自身の防御アビが、技の 35% しかないんで、まあ、本体が落ちる危険性があるというところですかね。あでもさ毎ターンさ極小回復持ってんじゃん、全然いいわ。いやジャミルで踊るくらいだったらもうバーバラ入れてた方がいいまであるかもしれない。そして追憶の幻灯状、まあ使えなくはないとは思いますが、やはり火力になってほしいという個人的なところから三角としております。ただ全体的にやはり 35% 味方固くできるっていうのはでかいというふうに思いますので、槍で敵の攻撃がきついなっていうところを感じてる人にとっては結構いいスタイルになると思います。まあウォーミングアップとアレグリアスを交互なんかな、防御足りてるよっていう場合はなんか継承してきて、まあ、バーバラさん単体で強い技とか、持ってますんで継承してきて火力役になってもらうっていうのもあるかもしれませんね。まあ、ただそうしてしまうとちょっとアビリティ火力アビリティも弱いし、まあ微妙、それだったら他のキャラ入れた方がいいかなってなりそうですね。あとはバーバラさんは一応他のスタイルでスタン麻痺持ってますんで、スタン麻痺役にもなれます。で最果ての決戦と、ここは火力にはなれないので×としております。同じく周回も火力にはなれないということで×にしてます。でやはり気になるのがエッグなんですよ。結構さエッグでいいんじゃないかなと思っていたりするんですけど、どうですかね。味方全体を固くできるってさ良くない？しかも状態以上強くできるって良くない？あのエッグ有識者教えていただけたら嬉しいです。そして他高難易度は三角から丸と、私の中では結構いい評価をしております。でここに関してはやはりジャミル個人的に結構いいスタイルだなというふうに思っていて、いやむしろジャミルよりいいんじゃないっていう今回のバーバラさん、味方を固くできる、しかもさらに味方の状態異常耐性もアップできる、そこは相当いいんじゃないかなと思って三角から丸にしてます。で丸まで行ってないっていうのはやはりそこまで状態異常耐性が必要な場所って、そんな来るかっていうのもあって、丸まで行ききらず三角から丸みたいな評価にとどめてしまっています。ちょっとビビりました。まあカタログスペックはめちゃくちゃ高いけども、まあ実際使
使える場面があるかって言われると、その状態異常耐性が刺さる場面でないとバーバラさん本領発揮しないので、まあ、カタログスペック高いけど、あまり出番なかったよねっていうことにもなりかねないかもしれませんが、個人的にはめちゃくちゃいいスタイルだなと、高難易度で使えるんじゃないかなというふうには思っております。そして最後、こちらはカタログスペックも高いし、もう活躍することが保証されてるんじゃないかなと個人的に思うくらいめちゃくちゃ期待できるスタイルであります。ホークさんアビリティの方を見ていきましょう。ターン開始時、自身の HP を極小回復し腕力上昇効果中、そして余ダメ上昇大、かつバトル開始時 BP プラ212スタートですね。でテンションアップ7、新しいの持ってきてますね。これ 40% アップということで、余ダメアップ 55%、 そしてさらに毎ターン自身の腕力上昇、めちゃくちゃ火力出るスタイルになっております。ただ懸念点、唯一の懸念点は BP3 回復キャラ、これで BP4 回復キャラだったらマジで人権っていうか、もうすでに人権かもしれないですけど、マジで人権だったんですけど、さすがにそこまではいかなかった BP3 回復スタイルで、ホークさんは技が強えんだ。覚醒すると BP3 威力 C の横、そして覚醒すると BP6 威力 C の全体、まあこれはまあまあって感じだけど、そして最後覚醒すると BP12 威力 D の横、そしてその後に発動するのは、てかまず威力 D の横を打ってモラルアップ特大が乗ります。でモラルアップ特大が乗った超高火力で、その後デンジャラススピン、威力 SS の横一列が発動します。ダンターグです。ダンターグがめちゃくちゃ強かったじゃないですか。でめちゃくちゃ今活躍してると思うんですけども、実質ダンターグです。こいつ残属性ダンターグだと思えばいいんじゃないかなと。いやだからめちゃくちゃ期待してるんですよ。あのダンターグ、あのめちゃくちゃ使えるダンターグの残バージョンと考えたらいいっすよね。ですごいいいのが、1ターン目にこの、横火力を叩き込んだ後、さらに横を連打することができるんですよね。だから、1ラウンドだけでなくて2ラウンド3ラウンド、横が続いてるところに対してもずっと横で刺していけるっていうのはかなりでかいんじゃないかなというふうには思っております。さあ評価の方、螺旋回路高層ボスは、まあ火力、単純火力なんで×、まあ、リアムいますからね。で追憶の幻灯城、ここに関しては20丸、間違いなく20丸というか、もう最強なんじゃない。いやただあれか、デスマスターに対しては BP3 回復スタイルということで、雑魚に対して毎回この、技さんを打つことはできないかもしれませんが、まあ、とは言ってもさ、威力 C の横が BP3 で打てますよ。威力 C でこれだけ火力アビが乗ってたら、十分かなというふうにも思います。てか雑魚もしかしてこれ一発かな技3一発かな。オーバードライブすれば確定一発だと思いますし、普通に打ってもなんか雑魚 HP20 万くらい、デスマスターの雑魚か HP20 万くらいだから普通に一発かもしれませんね。で、グレーの時に話しましたけど、横一列はクイーンの、雑魚、下側の雑魚に向けて打てば本体にも同時に刺さりますし、まあ、この火力であれば苦人士相手に単体に打ったとしても悪くないんじゃないかなというふうに思います。まあやはり唯一の弱点は BP 周り、 BP3 回復だからそこが悪いというところですかね。まあ斧ですから、斧の中でこのスタイルっていうのは相当使えるんじゃないかなというふうに思います。で最果ての決戦闘も20丸にしております。いやダンターグさんが最果ての決戦闘でめちゃくちゃ使えるじゃないですか。で同じようにホークさんも使えるんじゃないかなというふうに期待しての20丸です。ただ懸念点は属性が残だということで、いやこれがさ、なんか氷とか霊とか乗ってればもうすげえ良かったんですけど、まあ残だということで、ちょっと属性関係は微妙かもしれませんが、やってることは強いというふうに思います。
ちなみにアビリティでの追撃はプラス1点になりますが、この技での追撃はプラス1点にはなりませんので、ちゃんとねこの2回技でも1点としてカウントされるので、最果ての決戦闘では相当強いんじゃないかなと。いや3ラウンド中さ、横が出てくるところ1回でもホークさんが1手で抜けてくれたら、かなり楽なんですよね。もう、満点まで見えるっていう。でしかもこの強い横を打たないターンは普通に横 C 打てますし、いやー最果ての決戦闘でも結構いけんじゃないかな。でエッグとコーナー移動に対してはやはり火力スタイルということで厳しいかなと思い×にしてます。で周回にもめちゃくちゃ期待していて、ダンターグさんが周回で活躍してるじゃないですか。で同じようにだから一旦ボス1ラウンドボスに関してもこの技さん打ってれば火力めちゃくちゃ出るというふうに思いますし、2ラウンド周回に関しても、まあ、1ラウンド目か2ラウンド目、横であればホークさん一手抜けできますし、まあ、1ラウンド目1手抜けした後にさらに2ラウンド目横 C まで打てると。で3ラウンド周回になるとちょっとやれることがないかな、いやないかなってこともないか、まあ、横は打てるんですけど、まあ、基本的には今引率一体の時代ですし使わないかなというふうに思って×にしております。もうダンターグっすね。でダンターグがほんと強いじゃないですか。だからもうホークさんも強いというふうに思っております。というわけで今回の評価このようになっております。いやー個人的にはバーバラ、ホークあたりは相当欲しいなというふうに思いましたね。カタログスペック最強で、グレーとかはため攻撃っていうの部分あるんですけども、これうまく使えれば、逆に、いい点として使えますし、グレーさんも期待しております。でアイシャに関しても、無難に強いというか、高難易度、ワンチャン高難易度にも連れていけるくらい本体性能高いですし、今回のガチャは相当に当たりだというふうに思っております。というかミーサガガチャは前回の、まあ、黒様とか強かったじゃないですか。もうありあって相当恵まれてますよね今回。私はミンサガ好きということで、明日全キャラコンプ配信をする予定、配信でねガチャする予定なんですけども、いやミンサガが好きじゃなかったとしても、まあ、少なくともバーバラとホークは確保してるんじゃないかなというふうに思います。というわけでこんな感じで新しいガチャが来た時には毎回ねこういった評価動画っていうのをやらせてもらっております。もし気になるという方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではご視聴いただきありがとうございました。